ゴーフレームの実況。今宵も始まるよ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、ウォーフレーム実況ご覧いただき誠に誠に誠にありがとうございます。今日はね、前回プロモーション用コードでグリフをたくさんもらいましたっていうことを言いましたけど、以前に紹介したツイッチプライムでまたウォーフレームのもらえるキャンペーンが来ましたので、ちょっとそのことを説明しようかなと思っていました。で、ツイッチプライムでお得なウォーフレームコンテンツをなんと1年間年を通じてゲットすることができると、かなりデラックスな内容になってます。というのも前回も言ってましたが、サクリファイスというクエストが始まることや、天の魂というウォーフレーム祭りが開催されるっていうこともあって、今またウォーフレームをしている人口が増えてるんですね。なので、Amazon プライムに入っている人は、Twitch と連携することによって無料で、今回はトリニティプライムという、シャンダナが、もらえるので、ゲットしておいて損はないのかなと。で、久しぶりにやろうかな、ウォーフレームやってないな、やってないな、やろうかな、やろうかなっていう人は、ぜひ、ゲットしてみてください。で、近日公開としてギアパック、プライム武器パック、ギアパック2ということで、まだどんどんありますよっていうことですね。で、多分これに限らず1年間継続してということですから、さらにあるかもしれないですね。はい、今後に期待ですが、で、トリニティプライムとシャンダラどういうものなのか、ちょっと立ち上げて見てみましょう。起動するよ。はい、立ち上げましたね。見てください、この輝き、いいですね。ね、別にアヤタントレジャーする必要はないんですけど、まあまあまあ、アヤタントレジャーでもやりながら、トリニティプライムとシャンダラ見てくださいよ。ね、すごい、ちょっと重い感じしますが、シャンダラは、はい、こんな感じであります。はい、で、トリニティの、アビリティ、トリニティのアビリティってなんかあれだけど、どっちかというと攻撃型じゃなくて支援型の、フレームになってますね。はい、ヒーリングテクノロジーを備え、天のたちが窮地に陥った時の強力なサポートとなるということで、結構トリニティが仲間にいると助かる感じですね。はい、1番は、ウェルオブライフ、敵のヘルスを高めて拘束し、その敵を攻撃したプレイヤーのヘルスを回復させると。はい、で、2番がエナジーヴァンパイア、敵を行動不能にしてダメージを与え、その敵から一定範囲内のプレイヤーのエネルギーを回復させる。これはプレイヤーです。エネルギーですね。はい。で、3番、リンク。これは受けるダメージを軽減しつつ、近くの敵にダメージを返す。自身にのみ有効。はい。これは仲間じゃないですね。自身にのみ有効。そして、4番、これが強力なんですが、ブレッシング。ブレッシングかな？はい。発動時にアフィニティ共有化範囲内の味方のヘルスとシールドを回復し、一定時間ダメージカットのバフを付与するということで、はい、シールド回復ですね。だからヘルス回復、エネルギー回復、シールド回復、のアビリティを持っていると。いずれも仲間に対して、プラスになる効果なので、割といいアビリティが積まれてますよね。はい、ゆえに、結構ね、オンラインでやると、トリニティ使ってる人とか見かけますね。で、1番、3番、4番をかけながら支援してくれてるので、なかなか死なないっていうのはありますよね。はい。で、アヤタントレジャーなんですが、どんなパターンだ？このパターンか。はい、いくつか、アヤタントレジャーにはパターンがあります。こんな感じで。いくつかのパターン動画貼っときます。はい、そんなに難しくないですが、孫ついてますね。はい、はい、時間は
多少かかりますが、落ちなければこんなヘボい進み方でもいけるということですよ。はい、ここが閉じればゲームオーバーですが、はい、いけましたね。そして上に、あやたんがあるということで無事に終わりました。さあ帰りましょうか、ね、このちょっとシャンダナね、このシャンダナがちょっとこう重い感じはしますけどね。はい、もう帰りはね、こうやってはい、ここを通っていくと早いよっていうことですね。はい、なんか前回のフロストプライムについていたシャンダナもちょっとなんかマントっぽくて重かったような気がするんですが、はい、なんかちょっとのぺっとしてる感じですよね。はい、でもトリニティプライム自体は強いのでフレームは最高ですね。だからアマゾンプライム持ってる人はもうこれで2体目の、プライムフレームをタダで手に入れることができるっていうこと、できたっていうことですから、いやー儲かってるアマゾン、やっぱりプライムに入っとくべきですね。アマゾンプライムに入っとくべきですだと思います。はい、以上、今回は、トリニティプライムを、ツイッチプライム関連付けでゲットしようのコーナーでした。ぜひ、まだの方はゲットしてみてください。ユーロでした。バイバイ。